うん、これぐだったらい,いける、はい、首が凝ってるとかいうよりかは、うん、ここがすごかったんだよ、うん、ここも凝ってるけどねわかります、うん はいはは。いい、こんにち体です。またね今回もね動画がね音声で音声会談で始めていこうかと思っておりますこの方もね肩とか背中とかねそんなにこあの叫んだりとかしないのであとねマイクの音量が入ってなかったのでちょっとね私がねブツブツ音声が入ってるので私の音声解説でしていこうと思ってますで結構ね皆さんね首とか肩とかって凝る方って多いと思うんですけれども実はね首肩が凝るよりもかは 肩甲骨の方は凝ってね硬くなっちゃってしまう人って多いんですよねなのでねそこをねしっかりとね緩めてあげるとねやっぱり効果的なんですよね首が凝ってる自覚症状があったりとかあと肩こりがきつい人 っていうのはね意外とねあの首とか肩とかそこまで凝ってなかったりとかすることっていうのは、ね、意外と多いんですよね。で、えー、っと触り込んでみたらやっぱり、えー、首の付け根は痛いとか硬かったっていう人ってあったりするんですけれどもそこよりかは肩甲骨とか背中の方がガチガチな人が結構な率で高いです6割7割ぐらいの率でやっぱりね肩甲骨とか硬くなっちゃってる人多いんですよね。 なのでね、そこをねこうやってねしっかり緩めていくんですけどこの方はやっぱりね首の付け根、ね、目の疲れとかですよね目の疲れの部分が硬いとやっぱりねちょっと痛くなってしまったりしまいやすいですねで今だったらねやはりパソコンの疲れとかスマホの疲れやっぱそういうねさうまあまあまあ何そういう何でもねパソコン系とか使ったりとかするとどうしても硬くなってしまいやすいので、えー、ね、仕方がないところではありますねでこれね押さえてるのねやっぱりね 凝ってないとは言いながらもやっぱりめめちゃめちゃゃ硬いのでガガチガチに抑えていってっっますよねでやっぱりここはね首と肩,と肩と肩甲骨の付け根になるのでこの場所っていうのはね人間の構造学的にどうしても硬くなってしまいやすい場所ですから仕方ありません。 ですのでここをしっっかり緩めててあげるっていうのが、ね、効果的なんですよね。でこうやってね力で押さえていく、まあ、もしくはね、えー、違う貼るものとかね、まあ、皆さんのね棒とかね、えー、何ストレッチポールとかそんなんでもねなかなか押さえても取れないから当店にご来店されるわけであってやっぱりね来られる方はねここのね肩甲骨をしっかり押さえてほしいっていう人がやっぱり多いかな多い気がします。 でまた、ここの肩とかね首とかが凝ってるとやっぱりねどうしてもね首が回らないんですよね私もたまにまさと先生に押さえてもらいますけれどもねやっぱりこうやってね押さえていってもらってます今ね結構ねこう腰から入れてますからガチガチに凝ってますよっていう方なんですよねでここまで凝ってるとねやっぱりやりがいがあります えーね、当店来られてもねうわ硬いですよねなんて言ってね,ねガチガチの肩甲骨とか緩めるのも私大好きですねなのでねしっかりとね緩めていくこれが効果的ですよねで先生一回これやったらどれぐらい治りますかっていうふうに言われますけれども一回やってねやっぱり人によりけりなんですけれども1ヶ月からまあ持って3ヶ月まで。 で皆さん、ね、にお伝えはしてますが1回やったら、まあ、大体、ね、1ヶ月から3ヶ月までぐらいの間でまた手入れされた方がいいですよというふうにお伝えしてますで。1回やって取れないのかって言ったら、ね、もう車のエンジンオイル交換みたいなイメージにしてほしいんですよねあの。1回車のエンジンオイル交換したらずっとましかって言ったらそんなことないと思います。やっぱ走った分だけ、ね、あのそれだけ抑えていかなきゃいけないのでねそういうふうに、ね、抑えていってますよ。 交換した方がいいです。ですからね、やっぱりね、1ヶ月から3ヶ月の間ぐらいに定期点検してあげるってことですよね。それをやってあげるだけでね、かなり効果的なんですよね。今からね、首の方をね、しっかり押さえてね、ちょっと首がずれてた方なので、ちょっとね、首の骨を押さえていくやり方で取っていってます。これをね、やるとね、首の骨がずれてる場所を指でぐーっと押さえることによってね、その硬くなってるのが取れてくれるので、痛みがね、取れてくれるんですよね。でどうしても 筋肉が硬くなってしまって骨がずれる方と骨がずれてきてしまって筋肉が硬くなる方っていう2人通りの方がおられるんですよねでこの方はね首を緩めてもまだ取れなかったまだなんか硬い骨のずれがあるぞっていうのが分かりましたのでそこをね首の骨を押さえて取っていくね、えー、優しい、えー、カイロプラクティックの整体の方法ですよねで押さえて取っていくようにしていってますですので皆さんもね来られてなかなか取れない なななかなか緩まない、えー、肩こりとかには、えー、私はやっててできなかった場合はそのずれてる時にはこうやってずれを取っていく方法を取っていきますからねそれであの肩こりの方とかね頭板の方を改善させていけばなとは思ってますなのでねあの当店もまずご来店される時バキバキが怖いっていう方はね門絶整体60分を受けていただいて全身を施術してそれでずれが出てる場所を取っていくっていうような、えー、まあ 何先生が取ってあ僕が触らさせてもらってまだ硬い場所があってここは骨がずれてるっていう時はこういう風にね指で押さえてね骨のずれを取っていく方法をしますからご安心くださいな,なのでね。 皆さん来ていただいたときにで,、ま、できるようにしますのでご安心くださいね。であのやっぱりね首のほこれはね受けてる間はねとってもね今の状態気持ちいい時間帯です。あ首の状態を抑えてね取っていってるのでものすごく気持ちいい。 あの、今までのギャーギャー叫んでた。門前整体が一体何だったんだって。いうぐらいね。本当に気持ちいい施術になってますから、ここをねしっかり押さえていくとね。全然変わっていきます。で、やっぱり首のズレからくる人っていうのもね。一定数られます。まあ、同じ姿勢でね。どうしても首が曲がってしまってしまう人とかあと。 姿勢よ、横向きで寝てしまう人とか、まあ、で,きたできればね仰向けで寝てもらうとやっぱりいいのであのなかなかねその姿勢を直せって言われてもなかなか難しいんですけどもねで終わり、ま、とりあえず終わっちゃったよって感じで。もうでも ほら、なんかすごいスッキリしてるっていうふうな、ねえー、感じになってるんですけれどもそんな感じで、ね、門前整体が今回は終わりましたやっぱりねでまあ,あの毎回お伝えするんですけど終わった後ね1ヶ月から2ヶ月ぐらいで、まあ、あのまた施術した方がいいですよとだけお伝えしています自分の体ですからね定期的にメンテナンスをしてあげて体をね、えー、整えた状態にしてあげるとやっぱりね体って楽になりますからね あとはねその体にどこまでお金かけるかは本当にね自分の考え方次第ですからそこはいっぺんね是非考えてみてください以上も絶生態三つ延でしたまた、えー、この後のの、ね、ご視聴もまた見てください以上ねまたねバイバイ